平野紫耀と神宮寺勇太がいるから大丈夫滝沢氏の飛べ7割以上が成功すると回答。皆さん、こんにちは。ジャニーズファンの皆さん、そして音楽業界に興味をお持ちの方々、お待たせしました。今回は滝沢秀明氏が設立した株式会社飛べについて、その今後について詳しく探ります。 滝沢氏の新たな挑戦には多くの期待と不安が寄せられており、今回はそれに迫ります。都米への多くのジャニーズメンバーの合流や、滝沢氏の政治団体への関与など、様々な要素が話題となっています。 株式会社飛べのメンバー増加株式会社飛べは、元 V6 の三宅健を皮切りに、元キングプリンスへの神宮寺裕太や平野紫耀、そしてジャニーズ JR のインパクト大津、現在はイムップ2回目など多くのメンバーが参加しています。最近では、元ジャニーズ JR の大統率期も加わり、話題は盛り上がっています。 さらに、キスマイフト2の北山博光や元キングプリンスへの騎士太も、都米への参加が噂されており、これからの彼らの活動に注目が集まっています。滝沢氏と政治団体、ごぼうの党、滝沢秀明氏といえば、音楽業界においては、和洋風美し、ジャニーズ事務所での長いキャリアを持つ一方、政治団体、ごぼうの党、 の代表である奥野隆氏との親密な関係も話題となっています。滝沢氏自身は SNS を通じて、戸部は特定の政党に偏らない、とアピールしていますが、ネット上では彼の政治的なつながりに疑念を抱く声も聞かれます。これにより、戸部を応援できない、という意見や、今後の展望に対する不安の声も寄せられています。 アンケート調査の結果このような背景のもと、私たちはアンケート調査を実施しました。期間は2023年8月3日から8月13日までで、回答者は3549人です。以下が調査結果です。 成功する 74%2639 票どちらとも言えない 17%603 票失敗する 9%307 票調査結果の分析アンケート結果を見ると約74%の回答者が成功すると回答しました。その理由として平野氏洋と神宮寺ゆ太といったすでに成功を収めたメンバーの存在が挙げられています。 ジャニーズ事務所副社長時代からの滝沢氏の手腕や実績も高く評価されており、多くのファンは成功は間違いなし、と考えているようです。また、滝沢氏が後輩やファンを思いやる気持ちを持っていることも、ファンに安心感を与えている一員です。一方で、まだ表だった活動が少ないため、どちらとも言えない、と回答した人も約17%います。 現時点で所属しているのは元ジャニーズメンバーのみであり、これからの実力や活動に対する期待が高まっていることが伺えます。失敗すると回答した人は約9%でその理由としてトベの規模が小さいことや、活動の道筋が見えていないことが挙げられています。一部のファンは元メンバーがバラバラになったことにショックを受けており、 トベでの再出発を受け入れるのが難しいと感じているようです。結論株式会社トベの今後についてのアンケート調査からわかるように多くのファンは成功を期待しています。平野紫耀と神宮寺勇太の存在、滝沢市の手腕、そして後輩やファンへの思いやりがその期待を支えています。 しかし、まだまだ不透明な部分も多く、一部の人々は不安を感じています。飛べの成功は、今後の活動とファンの応援次第と言えるでしょう。私たちは、これからの飛べの展開に注目し、彼らが新たな成功を収めることを願っています。飛べの活動がこれからも続く中で、ファンの皆さんにとって素晴らしいエンターテイメントが提供されることを期待しています。 ありがとうございました。